空手はどんなところでやってます？はい、あの教室のところだけですね。あと水門さん。カラオケ教室ですか？はい。水門さん。水門さん。こういうお店とかもめったに行かないですか？はい。今日ここ初めてです。どうですか？やみつきになりそうですか？やみつきになる。もうダメですよ。カラオケはね、体がいいんですよ。そうですね。歌うとね、こう新陳代謝というか良くなるんですよね。そうですね。五感が良くなって、まあ、それに歩かなきゃいけないから、やっぱお店まで駅から歩いて、はい、また歩いて帰って歌って、自転車、長生きの発見、あ、チャリンコで、福岡ではね、ベンツって言うんですよ。ベンツって言うんですよ。はい、はい、本当に歌はいいですからね、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福岡に来週ください。埼玉中の。He's on the door.